突然すみません、明日テストがありすごく自信がないです。土日汗で20時間以上勉強したり、やれることはやりましたがどうしても不安です。そういう時委員長ならどうしますか？全然関係ない話を出してしまい申し訳ないです。なんかさ、あのライバーがさ、どれぐらい学校で頭良かったのかって気になるよな。私結構聞くんだよね、あの学校で頭良かったですかって。あ、前八代さんが来た時のミトラジでも聞いたよね。で、私のね、ちなみにね、高校はね、あれなの、聞こえて間違えてるよ。いや違う、それはさ、私は委員長優等生、座優等生、秀才、そう、美目秀麗そんな単語あったっけ。土日合わせて20時間以上勉強したことはないけど、私はね、そう、あのさ、私の高校はね、全員の順位が分かるとこだったの。学歴じゃない、頭の様子、テストのあれの、もうなんか共通テストみたいな。でもみんながみんなは全員のが分かるわけじゃなくて、自分の順位だけ分かるの。そうで、私まあなんかさ、300人ぐらい生徒がいるとするよ。で、もうマジでちょうど150ぐらい、私。あのね、私の頭の良さってね、その高校ではだけどね、平均なの。そう。そうなんです、実は。そんな感じ。そんな感じ。今の私はそんな感じ。今の私ね。もう超真ん中。そうなんです。289ぐらいだと思う。いや、あのね、バカにしてもらっちゃ困るね。私、高校入った当初は頭良かったからね。まあ、なんかそんな感じなんですよ。つまり頭いいってこと。あ、つまりその質問の答えにはなってないか。つまり、聞く相手間違えてるよってこと。それが言いたかった。散々長い前置きしてきたけど、最終的にそれが言いたかった。はい。というね、感じでございます。まあ、多分あれでしょ。いや、多分ね、リスナーの中にはいると思うわ。もう、超高学歴が。代わりに答えてやってくれ、みんな。言ってやってくれ。本当に。配信者は学生時代から高校以降全然勉強してないイメージある。いや。頭いい人もいるよ。リゼさんとか。リゼさんとか。スコヤさんとか。いる人もいるから。本当に。そう。何時は最低マジやぞ。うるせえよ。もう学歴すれとかのやつだな、それ。どうせ。どうせそういうスレで自分の学歴を誇示してる。マーチ以上しか誇示しないんだから。自分の学歴。あの、なんか、あれだよ。自己分布とかのやつと同じだよ。なんか、自己の分布図とかと同じやつだよ。なんか自分が高学歴と自覚してるやつしかカミングアウトしないんだから、ネット上で。そうなんです。そういうこと。自分の学歴に誇りを持ってるやつしか言わないんだよ。そう。